やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと自信ネタトークです。こんにちは。面白かったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter も日々更新しているので、ぜひフォローお願いします。はい。今日のお題は、じゃん。菅じゃないよ。菅内閣とは何だったのかっていうのを占おうと思います。えー、これにはね、いろいろ あって、いろいろあって。えっ、ー、と、まず、今日のニュース、今日18日のニュースで、麻生さんが2回菅内閣を菅内閣って言い間違えたらしいんですね。うん、で、それで、なんかもう頭がボケっとしてたならもうやめろよみたいな批判とかがこう、ヤフーニュースのコメント欄にいっぱい寄せられたりしてるんだけど、これね、間違えるよ。若くても間違える。私、 過去に間違えたんだ、実は。あの、編集で消したんだけど、あの、さらっと間違えちゃうの、この。脳内にこのす、漢字があるでしょなんかの回路がこう、交差しちゃって、うん、この感じが来るとね、何だろう、もう菅内閣、菅内閣ってこう、何度も何度もこうい、言って、何ヶ月も経ってればもうさらっと菅内閣としか出ないと思うんだけれど、 菅内閣ね。菅さんの、菅内閣の方が、我々はまだ、言った回数とか聞いた回数としては多いよ。日本人は。なので、この感じがね、頭の中をよぎると、ふとした瞬間にカンって出ちゃうんですよ。もう、麻生さんのことかばうけど、私もこの前、さばっと菅さんって、菅さんのこと言っちゃって、慌てて、あの、編集、 ってね、消したんですよ、その部分。言ったことにも気づかないくらいね、自然と間違っちゃうことあるん、あるんすよ、本当に。あ、そさん許してあげてっていうのが、<laughs> 今回、いいこと。あとね、あの、うん、なんか、菅内閣。当時、当時、私も政治にはあまり興味はなかった。うん。ない若者でした。 若者でもないけど、うん。でも、カンさん、ね、テレビで見るカンさんが、結構ひどいことやってんなっていう印象は強く残ってた。<laughs> ど,どうです皆さん、どうなんか当時のこと思い出して、なんか、ね、2010年6月18日から2011年9月2日だから、あれですよ、東日本大震災、 の、時に、菅内閣だったんですよ。ね、その時の対応であるとか、ね、原発のやつとか、貝割れ大根とか、あったよね。あの、今日か明日があの貝割れ大根の日らしいよ。O157 の風評被害を受けて、菅さんがあの貝割れ大根を一気食いしたあの、忘れられない衝撃映像。 あれ、あの日らしいですよ。もう、今日か明日が。ね。はい。ということで、菅内閣じゃなくて、菅内閣とは一体何だったのかっていうのは最近ね、すごい自分の中で、もやもやしていて、それをはっきりさせようじゃないかっていうので、まず、菅さんの生年月日からカバラ数秘術を出してみたら、あーっていう数字だった。あー、22だったっていう数字だった。<laughs> 22、 最近ね、個人鑑定、最近じゃないな、ずっとだな、個人鑑定で、なんか、もう家族で困ってるんですっていう、ね、その、困ってる相手で、一番多い数字、ランキングちょっと言っていいですか、22の家族に困ってるっていう人が、かなり多いんです、ご相談で。22、んは変わってるんです。 でも、自覚がないんですよ。あの、22の人を批判するしたりね、あの、否定するつもりはないんだけれど、変わってる、自分は変わってるっていう自覚だけは、ちょっと持っててほしい、うん。22はすごいパワフルなんですよ。エネルギーがあって、えっ、ー、と、ね、ゾロメさんなので、宇宙規模のパワーを持ってます。ちょっと、その、ね、地に足のついた人間じゃなくて、ちょっとこう、宇宙目線で見ています。 で、2たす2で4のね、数字を元にしているので、めちゃめちゃ正義感が強いんですよ。正義感とか、な何々しなければいけないみたいな使命感がすっごい強いんですよ。もう宇宙規模のそういう使命感みたいなのがこうメラメラあって、もうそれを達成するために、自分も周りも結構巻き込んで、それを達成しようとするんですね。なので、 で、その正義感ね、強い正義感が、ちょっと普通の我々、地球人、地球人、<laughs> うん、一般のね、普通の人とちょっとずれてるの。あの、宇宙的な感じな人なので、ちょっとこう、軸がずれてるので、その正義感、んってこう、なかなか理解できない正義感をこう、言ってきたりするのね。で、それを、お前もこう、しろみたいな、結構周りに押し付けるんですよ、家族とかに。なので、家族、 とか友人とかが困っちゃう感じが多い。そうね、悩んでる方、家族が22でちょっと困ってるんですっていう人は大体そういう感じで困ってる。うん、で、そのね、押し付け方が結構強めなんですね。正義感の押し付け方。自分は絶対的に正しいみたいな、疑い、疑うことを知らないでもう正しいんだみたいな感じでやる。うん。 それが22の方です。もうすごい正義感。宇宙規模の正義感の方までいだと思ってください、22の人。うん。あの、時代が変わるときに現れるタイプって言われて、まあ確かに、な、時代は変えたね。うん。22の人は、関さん変えたね。で、外側が1位。まあ1位もね、強いね。あの、道を切り開いていく王者タイプな、王様タイプなんですよ。なので、 ま、これ2たす2で4と見ると1と4であの、私がよく言う政治家向きだねって言うんだけど、そうね、22は私は、あの、ゾロメさんはあんまり政治家に向かないかなって、こう一般人の目線じゃないっていうかね、な,なん、て言ったらいいんだろう。うん、かなり規模の大きなことはできるんだけど、庶民目線じゃないっていうか、そんな感じがするので、ゾロメさんは、 個人的にはあんまり政治家向きじゃない。なんか民間とかで大きな事業をやるとかするとめっちゃ成功するんですけれど。なんかそんな感じかなっていう数字がから受けますね。はい。この10月10日みたいな、このね、こ,この辺もなんか気になるよね。この辺もね、足すと10、10とかな。<laughs> なんか <laughs>、みんな10の数字が こう、いっぱい目につく人だなって思った。な、菅さんなんか特殊な感じなんだろうね。うん。政治じゃなくて何か、こう民間で会社とか立ち上げたらめっちゃ成功したかもしれないなと思ったりした。うん。はい。では、菅内閣とは一体何だったのか。時を戻して、菅内閣が発足した時から終わり。 終わりの時、そこまでの流れがどんな感じだったのかっていうのを国民目線で見てみます。国民目線で、菅内閣とは一体何だったのか。はい。ズバッと出ました。あれすごく良かったよ。最終結論とか。 すごい良かったんだけど。あ、そう、そう、そう、あ、そうなんだ、みたいな感じ。今、<laughs> どうでしょう。止まってしまった一瞬。うん。まず、カンさんの前が太陽なんですね。カンさんの前、鳩山さん鳩山さんだよね。そんな明るかった。なんか太陽が出てます。で、カンさんになりました。なった瞬間、隠者の逆を背景にして、えー、審判の逆、国民の状態がでしょ。 ネガティブとか引きこもっちゃうなんか病んでしまうとか、うん、なんかジメジメした暗い感じですよね。それを背景にして、もう結果が出ないね。もう再起不能おしまいみたいななんかね。そういう状態。後悔とかね。後悔してる。で、健在意識、表面の意識はなんか、一時的なラッキーとかチャンスとかなんかあるかなと思いつつも、潜在意識ではタワーの逆なので、 あもう必要とされる崩壊みたいな、うん。そんな潜在意識です。で、しばらく、関・ナオト政権が発足してしばらく数ヶ月で、ね、半年とかね、国民は釣り人の客なので全く報われない、みたいな。報われない国民たちみたいな状態。で、でもね、なんか総的なところはいいんだよな。うん。国民の立場は世界を背景にして、 悪魔の逆なので、なんか完成されてるものを背景に悪循環から脱却できるっていう立場にいた。ほう、そうなんだ。そうなんだ。で、でもね、環境が悪くて、国民を取り巻く環境が恋人の逆なので、環境、うん、まあこれは官、関、政権のこと、関内閣のことかな。 恋人の逆なので、なんかコミュニケーションがうまくいってない、チームワークがうまくいってない、もしくはあの、国民と内閣ね、政治と国民の連携というかなんか気持ちの疎通とか、そういうのが全然うまくいってないみたいな、そういうのが出てます。で、可能性のところに肯定が出たんですよ。なので、肯定。これは力強いリーダーシップとか、 めちゃめちゃ最高じゃないですか、総理大臣としては。超最高なカード。もう完璧な総理大臣みたいなカードが可能性のところに出て、最終結論に力が出たんですよね。これは目標に向かって、すごい力強く歩めるみたいな。ほ <laughs> 今、頭の上にハテナがいっぱい出てるの。どういうことだで、対策に、 マジシャンが出たんですね。これは何か作り出すとか、楽しいコミュニケーションを図るとか、うん、その新しいものを作るっていう感じかな。なんかそうすれば、こういうね、素晴らしい結果になるよっていう感じだったらしいよ。でも、これをしなかった、もしくは、東日本大震災のせいなんだろう。本当は、 本当はカンさんこんな立派な感じになる可能性があったのかなどうですか <laughs> どうですかって <laughs>。どう聞いたらいいかなうん、なんかね、タロットさんが言うには、すごくいい感じの最終結論とか可能性が出たんだ。そういう力、あ確かにあの、まあすごい人よ。すごいエネルギーを持った人よ。1も22も。なので、 あーなんか、力を思う存分発揮できてたら、すごいことになったのにな、みたいな。どうやってまとめようか。とりあえずなんかタロットさんはね、そんな悪いこと言ってない。むしろ褒め、褒めてるっていうか、うん。もともと持ってるカンさんの能力をめっちゃ褒めてる感があるんですけれど、それをリーディングしてる私の頭の上に、ハテナがポ,ポポポポポポポってこう並んでるから、 うーんってなってる。とりあえず今日はこのくらいにしとこうかな。どう、どうですなんかタロットさんの言いたいことわかる人いるこれ。どうなんだろううん。はい。ごめんなさい。なんか、こう、うまくまとめられなかった今日は。タロットさんが何を言いたいのか、当時、当時さ、もう10年前だし、どうだったかなと思って、ちょっと思い出してみるわ。<laughs> ね。うん。はい。 じゃあたまきじゃんけんじゃんけんぽいパーなのでチョキの人の勝ちですじゃあねバイバーイ